で、事例に、はい、これも結構あるんじゃないですかね。暗号資産に投資すれば月何万円ぐらいは稼げるよ。海外の不動産事業に投資すれば1年後には何倍になるよ。ね、多額の損失を発生した業者との連絡がつかなくなったとか、お金が返ってこなくなったみたいなことがトラブルの原因になっている。そもそもね、暗号資産ってまあ為替だったりするわけですね。最初はすぐその暗号資産の価値が上がってすごく伸びて儲かるっていうことを最初に言ってんだと思うんですけど、これって当たり前なんですよ。通貨っていうのは時価総額っていうのがありまして、その通貨をどのぐらいの人が利用してんだよ、使ってんだよっていうのが時価総額ですね。企業も同じですよね。企業価値を結局時価総額っていう形で見ていくと、例えば今時価総額のナンバーワン企業ってアップルなんですよね。世界ナンバーワンなんですよ。暗号資産で時価総額が今大きいのは、まあせいぜいビットコインぐらいなんですね。ということで、ビットコインでも為替なんで乱高下するでしょ。だから小さなコインが最初にできたら、ちょっとした人たちがね、それを買っただけで価値はガーンと上がるわけですよ。だから最初に入った人たちがそれをすごく安い時に買って、いわゆるマルチレベルマーケティングでですね、バイナリーオプションとか言われながら、後から儲かるよっていうことで、どんどん後の人がそれを購入していったら、当然そのコインの価格は上がるわけですね。だけれども時価総額的に見れば全然大したことないわけですよ。ということはね、上がることもあるけど下がることもあるわけですね。全然安定しないっていうことを考えるとね、たまたまその人は為替で後から入った人がそれを買ったんで価格が上がったから儲かったっていうことを言ってるだけで、たまたまなんですよ。そういう時にね、例えばギャンブルのプロはね、どんな風にカジノでね、勝ち抜くかっていうことを知ってると、こういうのを避けられるんですよね。ギャンブルのプロがカジノに遊びに行きました。テーブルにコインを置くわけですね。かけて儲かった。ね、どうするか。儲かったらその儲かった分をね、ポッケに入れるわけですよ。そうするとまたテーブルで一定量の最初にかけたお金があるわけですね。で、次をやっていく。で、また儲かった。そしたらまた儲かった分を下ろす。テーブルから下ろす。そして一定のね、金額が常にテーブルの上にあって、それがなくなった時、絶対に儲かったお金をテーブルに置かないんですよ。その時は立ち去るっていう、これがね、ギャンブルのプロなんですね。だからね、この仮想通貨でたまたま儲かった、とても良かったじゃないですか、ラッキーだったんですよ。じゃあそれのね、少なくとも儲かった分を全部ポッケに入れて、要は換金しろってことです。儲かった分を。そうすると、ほら、損しなくなるじゃないですか。そんな状態でやってればね、もう元は取ったので、あとはね、それがなくなろうが増えようが自由になってくるので、そうすると損しないっていう感じになるんですよね。こういうね、ちょっとした知識なんですけど、知ってることによってね、被害は避けられるんですよね。必ずしも今儲かったからといって、未来が保証されてるわけじゃないですから、非常に、為替なので危ないんですよね。儲かる儲からないなんてね、その時の運だったりしますよね。海外の不動産事業ね、これはですね、非常に難しいですね。海外だから難しいんではなくて、日本国内でもやっぱり不動産事業っていうのはね、やっぱり物件次第なんですよね。物件が良ければ大変いいんですね。まして海外だとね、その事情も通じていないので、すぐにお金に変わらないんですよね。だから不動産って言うんですよね。なので、ここは気をつけた方がいいですね。物件次第ですけれども、一概に私は不動産事業を否定はしないですけど、やはりその物件次第っていうことでね、海外でも国内でもやっぱり注意すべきは注意すべきですよね。